5月のドラマアワー。失恋に傷つき恋に臆病なアラサー女子と恋に不器用なアラサー男子の恋を描くときめきラブコメディ。スタートアップ企業を舞台に変わり者の CEO と個性豊かなメンバーの奮闘を描いたお仕事コメディ。ある陰謀により引き裂かれた母と娘の悲しき運命と復讐を描いたドロドロのイルイルドラマ。死者と再会できる未知の空間をめぐり、生命の尊厳、真の幸せを問う SF ファンタジーロマンス。霊魂の村に住む成仏できない死者のため、二人の男が事件解決に奔走するミステリーファンタジー。99年に一度人間に天罰を下す死神と不思議な力を持つ女医の時空を超えたファンタジーロマンス。お客様を蝶のように華やかに変身させる美容室を舞台に、ヘアデザイナーとインターンの人間模様を描く物語。詳しくは KNTV ホームページへ。